やってきました。うなすけ。ちょっと分かりにくいね、ここ入り口じゃないからね、横だからね。ちょっと入り口の方行ってみます。はい、やってきました、うなすけ入り口。こちらね、静岡県掛川市。はい、ヤバイルです。あ、ヤバイル、おはよう。はい、マチエルだよ。あ、マチエル、おはよう。いいね、今日はヤバイル安定のね、プーマのパーカープーマのパーカー、いいね、いいね、いいね。さあ、今日はうなすけさんでうなぎです。はい、はい、ランチ友の会で行ってみましょう。行ってみよう。はい、消毒ね。はい、さあ、やばさん、はい、はい、いらっしゃいませ。こんにちは、3人です。3名様、こちらでいいですか。じゃーん、やばいですね。お品書き、はい、うな丼が2100円、うな重が中上上のサラダフルーツなし、うな重特上400円、かば焼き、肝焼き、ビール1本ください。あ、これ瓶ビールですか。そうです、はい、じゃあ瓶ビールを1本、グラスは1つで大丈夫です。はい、昼間から悪だよ、やばい、本当にしょうがないな。うな重の上、サラダフルーツついてる方の上でよろしいですか。そうですね、はい、はい、皆さんそれでいいですか。いや、僕はもうすいません、失礼します。僕はですね、はい、特上なんですけど、特上って何ですか。特上はね、はい、上よりもうなぎが大きくなります。うなぎのサイズが重も同じで、うなぎの大きさが違うだけです。そうですか。はい、ご飯大盛りでお願いします。特の大盛りですか。はい、ちょっとお時間かかりますけどよろしいです。はい、で僕はこのうな重、うな重の重を、はい、あ、山より上にしたの、うん、あれ、いいの、いいの、はい、大丈夫です。僕だけ特上の大盛りでいいの。特上の大盛りの1個と、上の2つですか。はい、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 うなすけの掛川茶、おいしいね。このさ、うなぎ屋さんのお茶っておいしいよね、うん、割とどこもね、最近ね、どこ行ってもね、お茶おいしい、全部おいしいですよね、うん、昔と違うね、やっぱお茶のさ、質が良くなったっていうか、昔って冷凍保存とか冷蔵保存しなかったじゃないですか。なもんで、うちなんかもお茶農家やってて、それをもう1年分もんであったんで、高いところに置いてあったんですよ、うん、缶でね、はい、なので大きい缶の中に入れてあったので、もう1ヶ月ぐらいでもう真っ黄色、黄色いんですよ。だから黄色いお茶しか飲んだことなかったんですよ。わかるよね、うん、わかる、うん、なんでお茶が黄色かったんだよね。だから黄色、だから緑のお茶なんてさ、新茶の時しかさ、飲んだことないですよ、うん、そうじゃないですか、マツコさんは違うか。お茶の竹を自分の家で揉んでたんだよ、うん、はい、自分のお茶で揉んでたでしょ。そうそう、揉んでたのを1年分揉むじゃないですか、もう。で、置いとくんで、なんでもう時間っていうかね、もうすぐ黄色くなっちゃうね、色が、うん、色が、もうお茶の色がね、うん、こんな緑のお茶なんか飲んだことないもん。だから新茶の時だけ香りもいいしさ、新茶だけは、あとだんだん黄色くなってってさ、うちの今親とかがお茶注いで、うん、でも黄色なんだよ、黄色、今でも今でも、ほんと最近っすよ、こんな緑のね、いつまでも新茶みたいな味を楽しめるのって。お待たせしました、卵でございます。はい、ありがとうございます。いやー、山田とマチエルが一緒のやつね、はい、じゃーん、ったーうな重の上です。いや、めちゃくちゃ美味しそうだね。お吸い物、うん、パムケン、じゃーん、お吸い物、うん、
ただきます。はい、じゃあこれね。はい、ランチョイさん、こちらじゃん。おじゃん、何これ何これ、ほんまにしてたら両方にご飯マジでこれやばくないほんまに見せたら両方ご飯に入ってるっていうすごい。いや、まあこれを希望してたんだけど最高です。いただきます。はい、いただきます。いや、すごいなこれ。どっちから食べようかな。僕はね、この方が好きなんで。すごいすごい。あれ、ランチョルさんの体型を見てるよ、ね、素晴らしい。はい、三色。やばい、めっちゃかかっちゃった。いいっすか。はい、三色たっぷり。さあ、いただきます。うん、やっぱおなすけさん美味しいね、うんうん、ご飯もさ、なんかすごい炊きたて感があるんだけど、うん、気もすい急に黙っちゃうあー美味しい。サラダもついてます。ナムちゃん今何時？今12時5分前。あ、5分前？うん。11時55分。あ、そう。うん。早めに来てよかった。うんうん。そうですね。ここは3テーブル？4テーブル？そっちもいる？あ、2階もありましたね。2階は宴会場とかそういう感じですかね。どうなんですかね。名前は入れてたのか、ランチとか。へぇー。あー、そうかもしれないですね。お米がうまい。美味しいね、お米。お米がうまい。わかるの、山やろ。わかる。一粒一粒がね、しっかりしてる。ご飯。新米だからじゃないかな。なんか新米感あるじゃん。うん、すごく。ツヤツヤしてて、あ、そうですね、時期的にはそうですね、うん、まあお米も今さ、冷蔵庫なんか入ってるからさ、新米ももうお米も変わんないよね、うんうんうん、もういつ食べても美味しいもんね、お米、うんうん、元気になりたいときは、お肉派、うなぎ派。いや、うなぎそんな食べれないですよ。うなぎ食べたくても食べれないですよ。あ、でもお肉の、例えばステーキとかさ、まあ、そうですね、肉ですよね、やっぱり、うん、もう最近鶏が美味しいなと思います、すごく、うんうん、この後なんか食べるか。はい、マジドさんとラーメン食べに行きます。え、いいですよ一杯目完食、じゃーん。2杯目、尻尾の方がね、僕ね、好きなんですね。あ、山ちゃんもうないじゃん、うん、俺お急ぎで食べないといかんの。完食早いよ、ゆっくり食べて。めっちゃ美味しい、本当に美味しい、うん、山やろはさ、ここ初めて？初めてです。そう、マジョさん、ここ御用達ですか？ここの中に一番好き。うん、でも分かります。僕もね、何回来たかな、でも5回ぐらいある、うん、多分ね、今日5回目ぐらいかな。さっきのうなぎ屋さん多いけどね、はい、ここで好き、柔らかくて、うん、最高です。もうね、ご飯のね、タレの染み方も最高、うん、漬物、ね、予約で上が埋まってるってことかな、うん、かもしれないね。
気持ちいい。よし。さあ、僕ね、普段ね、フルーツ食べないんですけど、メロンあんまりにも美味しそうなんで、いただきます。うん、すごいじゃんこれ。もうジュースだねこれ。うん。うん、これはすごい。メロンじゃなくてメロンジュースです。うん、美味しかった。最高に美味しかった。ごちそうさまでした。12時ね、今12時、まあ、あ、そう、すごいね、満席だもんね。うん、やっぱ12時一番混むんだね。今11時半前に来てよかったね。ね、空いてるうちにね、早い時間に来てよかったです。12時だったらね、断られてましたね、完全に。帰れなかったね。まあ日曜日ですからね、余計そうかもしれないですけど。よかったよかった。本当に。ちょうどいいのに来たね。よかった。そうですね、もうこれでもう1階は満席で、お2階もこれでいっぱいですね。満席ですね。素晴らしい。本日はね、静岡県掛川市、じゃん、うなすけさんからでした。バイバイ。